はい、どうもランズでございます。はい、今日はね、先日、7月何日だったっけ。はい、今日はですね、先日の7月12日に、Amazon のプライムデーというのがありました。プライムデーというのはその Amazon のプライム会員のみが、参加できる、まあ、年に一度の大特価セールみたいな感じです。はい、で、まあ、自分はですね、Amazon のプライム会員なんですよ。で、まあ、ちょっとね、ツイッターとかでもちょこちょこ、書いてたんだけど、まあ、いろいろね、欲しいものがあったけど、まあ、ちょっとね、他にもちょっとね、釣り具関係とかもちょっといろいろあったので、まあ、我慢するとか我慢したかな。最終的に悩んだのもあるんだけど、結局さあどうなったのかという感じでございます。はい、ではね、一つずつ、紹介していきたいと思います。はい、まずね、一つ目でございます。はい、マキシムのちょっと贅沢なコーヒーってでいいのかな、コーヒーバッグ100袋でございます。はい、まあ、未だにね、コーヒーは飲んでおりますし、こういうのはね、賞味期限がすごく長いです。2017年の6月3日。まあ1年はないけど、まあ間違いなくなくなりますね。なくなります。これがですね、普通で、Amazon でね、買うと、2391円です。で、それを、Amazon プライムで買ったら、1925円でした。安い、かなり安い。はい、そしてね、今あの Amazon の、ドリップパックの、まあ、カテゴリーの中ではベストセラー1位になっております。結構売れたんだよね、これ。はい、これはまず一つ目でございます。まあ、最近ね、もう あれからね、ブラック症になっちゃって、ずっと未だにブラックをね、飲んでます。だから、ちょっとマキシム あのインスタントのね、コーヒーは、前飲んでたんですけど、まあ、このドリップパック初めて飲むかなって感じです。はい、そして2つ目でございます。じゃらん。はい、スコッチの、チタンコートのハサミでございます。これね、このハサミ、なんかプロ仕様のチタンコートということで、ちなみにアマゾンで、普通で売っている金額が、842円というちょっとね、お高いハサミでした。それがなんと、あのアマゾンの、そのプライムデーのセール、まあ、あの会員プラスかつ時間がね、今回、大体1つにつき6時間ぐらいかな。で、時間がこう結構バラバラの6時間だったんですよね。で、まあ、今回その中でも一つこれ安かったんで、まあ、買った、まあ、ハサミいるっちゃいるけど買ったみたいな感じで、これ842円がなんと367円でした。相当安い。うん、まあ、今後ね、まあ、まあ、ハサミ絶対いいやつはね、1個使うんですよ。1個100均のハサミがあって、なんかそういうのちょっと硬いものを切るときにちょっと使ったりとかで、ちょっとやっぱ逆にやっぱいいやつでささっと切りたいっていう時はこういうのを使ったり、紙を切るだけとか、ね、まあ、大事に使うようで、さらに切りたいの時よりこうちょっと分けてる感じです。裏もね、なんかこんな感じで、なんかすげえいろいろ書いてるけど、ね、シャキッと切れる10万回の耐久性とかね、なんかすげえですね、これ。で、まあ、最近ハサミで流行ってるのはこのこうチタンコートして、なんていうの、こうあのコーティングすることでくっつきにくくなって、両面テープとかのりとかつきにくくなって、シャ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 切れますよみたいな感じですね、最近は。はい、もうちょっと力しちょっと使ってみたいと思います。はい、これは2つ目。もうちょっとあります、もうちょっと。はい、そして3つ目でございます。よいしょ、ドーン。ちょっと大きめかな、ちょっと大きめ、多分入ってるのは1つ。さっきのハサミ、早速使いましょうか。はい、ハサミとしてっていうか、カッターっぽく使うけどね。はい、
あーやっぱ1個だね、1個しか入ってないです。いきますよ、いきますよ、せーの、ドーン。はい、ちょっと白くなってきた。グラノロスパゲッティ、リストランテというやつです。まあ、スパゲッティのやつです。スパゲッティの、1.6mm、 3kg でございます。お、重いんだ、重い、3kg。アマゾンでもう前から、結構ね、ずっとランキング上位にある分かな。ちょっと袋がパッケージ違うけど、パッケージはなんかこう両側が青っぽいんだけど、なんか白いね。まあ一緒のものでしょうけど、今ね、ちょっと1466円かな。ちょっと値段が上がってます。で、普通の時は1300円ぐらいだったんですよ。で、それが、このプライムデーでなんと799円でした。これは安いし、俺はね、スパゲッティをちょくちょく食ってるんで、かつね、なんか美味しいらしいんだよね、これ。まあ、当然結構売れてるっていうか、ベストセラーなので、だからまあちょっとね、これは楽しみでございます。はい、これが3つ目ね。はい、そして4つ目いきます。ドン。はい、また箱でございます。箱開けていきましょう。なんか箱詰めがなんか若干あれなんだよな、今回。プライムデーってね、やっぱ結構売れてたから、アマゾンさんも忙しかったのかな。なんかテープの留め方が若干雑な感じがある。これはビニールに包まれております。はい、そして4つ目でございます。せーの、じゃーん。ユニカフェスペシャルブレンドでございます。ええって感じでしょ。えまたそれみたいな。これ何個あるかな、そこにもあるんだよね。はい、これが、普通で Amazon で買うと1144円でございます。それが、プライムデーで932円でございました。これね、定期特便があって、それが1030円でございます。だからさらにそれより100円ぐらい安いのかな、100円ぐらい安くなっております。飲むんですよ、飲むしね、ユニカフェはうまい。うん、これも一つ言うと、ほんとね、一袋が 8g 入ってるから、ドリップのね。普通 7g で、 8g ってお店に行ってみたら分かるけど、結構相当高いんですよ。たった 1g の差で、たった 1g かもしれないけど、その乾燥させた豆で 1g 違うので、全然もう香りとか濃さがもう全然違います。というので買いました。うん、どうせ飲むからね。はい、以上です。プライムデーは以上でございました。はい、まあ基本はなんていうかな、まあ、使っていくものばっかりでございました。まあ、ツイッターでもこういろいろ悩んだのがね、最終的に2つあったんですよ。で、それが、車につけるレーダーですね。あれ ユピテルだったかな、ユピテルの、どっちだったかな、103SST やったかな、とかこれ書いておきます。に OPD2 っていうのかな、車につけるなんかセンサーのケーブル付きで16,800円でね、すごく安かったんですよ。で、そのケーブルつけることによって、レーダーはレーダーでちゃんとこのあれしてるんだけど、そのセンサーのあれをなんていうのかな、車のなんだろう、こうディーラーに持ってたけど、カチャってこう自己審査じゃないけど、するときにつけるカブラのところにつけると、そのレーダーの中でこう燃費とかが見れるっていうね、回転数とか、今燃料どれぐらい使ってるとか見れるやつもついてて、16,800円で、欲しいなーってね、もうずっと、それが1日あったんですよ。で、今回のプライムのやつは
ほんと6時間ずつで終わりなんで、2回来たのもあったね、どれかが。どれだったかな、どれかが2回来てたんだけど、でもその会員とはいえあのお一人様1個限りなんですよ。だからこれを例えばこういうねコーヒーを2つ買いたいって言っても1つしか買えないし、例えばこれが0時から6時まで出て、そのまた次の夜12日の夜にまた6時間出てたとしても1個しか買えなかった。試したね、どれかがね2回来てたから、俺 2回目買おうとしたらもうすでにカートの中に入ってます状態だったかな、なんかそんな感じで出てて2個は買えない感じなんですよねこれ。はい、まあ、そんな感じでまあ楽しんでいました。で、あ、そうそう、あともう一個ね、迷ったのが、レーダーともう一個の、カーナビです。カーナビ、あの ゴリラなんとかっていうナビあるじゃないですか、パナソニック。昔確か山陽かなんかのやつのあれを、いいなって思ってて、それ夜見つけたのかな。あ、これいいなって思いつつ、あの5インチだったんで、 5インチか、それで前もうそれが止まってしまった止まってしまっちゃった。ちょっとスマホの iPhone6S が 4.7 インチじゃないですか。 0.3 大きかったら、またちょっと大きくなるけど、ちょっと大きくなったって iPhone6S のこの側より大きくなることはまずない、 0.3 で。それ考えた時にちょっとちっちゃいかな、車の純正ついてるんでもう我慢しようかなみたいな、って感じでもう終わりました。悩んでるうちに終わりました。はい、まあそんな感じでございましたね、今回のプライムデー。でこれはもう1年に1回しかないので、次回は、1年後です。はい、あとはもうタイムセールですね。やっぱ今回タイムセールよりさらにやっぱ価格がさらに下がってたので、もちろんいくつかねもっと安いのとかいろいろあったんだけど、欲しいなと思ってたらバーンって売り切れちゃったりとか、なんだか食べ物系かなんかのやつだと、もうなんか忘れちゃったんだけどね、うん、バーンすぐ売り切れちゃったのがあったし、まあね、今回まあ楽しく1日をね、その12日ね、4月1日は楽しく見ながら過ごさせていただきました。はい、でまあプライム会員はちなみに1ヶ月無料で使えるので、そのこのプライムでその時だけパッと使うっていう手もまあありですけどね、まあ、欲しいものはその前の日にある程度そのリストアップされるので、まあ、もしそれがあればその1ヶ月無料のを使って、購入するっていう手もありです。で今ちょっと変わったのが、ちょっと前に変わったのかな、プライム会員じゃないとその2000円以下は350円送料がかかるんですよね。で、まあ、今回買ったものこれ全部ね単体ずつで、購入って感じになってます。注文書はね、なのでこれ実際にはこう単体ずつで送ってきてるので、実際にこう350円ずつかかるんだけど、もちろん当然プライムデーっていうことはプライム会員なので、この1000円以下でも送料はかかっておりません。全部送料無料で来ております。はい、まあそんな感じでございました。まああとね、プライム会員実際ね、こういろいろねアニメとか映画とかがある程度こう無料で開放されてるのがあるんですよ。今週か先週か24とかね、24時間のジャック・バウアーの 1シーズンが全部24話開放されてたとか、そういうのもあるので、まあ、入っててね、そういう映画とか好きな方は損ではないかなとは思います。まあ個人的にですけどね。はい、以上でございました。まあ皆さんまた、よかったら来年、楽しんでみてください。食べ物とかもね、結構あるので、もう目星もとりあえずウォッチリスト入れて時間を見ておかないと感じでした。はい、また来年ね、備えて、まあ1年後ですけど、備えてまた楽しんでいきたいなと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。以上でございます。じゃあねー。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方は、こちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は、下のチャンネル登録より登録をお願いします。